アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。この間久々にあれ見てました。東京コピーライターズクラブ。おー TCC。 2020年までしかないんですよね。2021年 TCC でも見てみますか。見てみようか。2022いいね、斬新だね、こういうなんかコーナー。そうっすね。わあ、2022もありますね。あれって誰が選んでるんですか。なんかおっさんでしょ有名な有名なおっさんがねあーなんかありますけど、これどこが何の広告なのかわかんねえな。それどうだろう。あれって単純にコピーだけなんですか、それともその商品とか。いやまあ一応コピーだけとは言われてるんだけど、あと言われてるんだけどみたいな。ですよね。でも結局なんか出稿料の多いやつが取りがちなんだよね。ああなるほどね。いっぱい出せばどれか引っかかるだろうみたいな、うん、なんか去年のグランプリは人生には飲食店がいるっていう。はあどこですか。サントリー。おー人生には飲食店がいる、うん、これ僕の先輩だね。へえ栗田さん。あとサトフルとかね。サトフルってあれですか、ふるさと納税。ふるさと納税のサトフル。なんかこういうのもね、これ、うん、なんか企画とかタレントキャスティングまで入ってる気がするんだけどな。あーまあ確かに。あーでもこの人選んだんかみたいな感動もあるじゃないですか。うん、まあ、あとはなんかそのメインコピーじゃなくて結構その展開する、あ展開がおもろいとかね。テレビ CM とかも評価されるから。うん。あとグランプリ取ってるのは彼女の名はユークイーンっていう。ああ UQ モバイル。うん、これも僕の先輩と僕の後輩が取ってるんだよね。宇宙人ジョーンズってなんか毎年いません？ああ、多分それはクリエイターが多分もうはいもうこの人ねっていうのがあるんだ。ああ。なんかいきなりこう出てきた小島さんっていうコピーライターがいて、うん、この人のコピーがですね、はい、共感と反感は仲間である。ほう、こういうのはいいよね。なるほど。アースミュージック&エコロジー。うん、ポカリスエットとか毎年取るよね。でもなんかね、何をどう評価したのかっていうこの解説を聞きたいよね。うん、だってポカリスエット大塚製薬のコピーが取ったやつが、うん、手を伸ばそうよ届くからっていう。何がいいんですか。いやそうなんだよねだから多分これグラフィックとか世界観もやっぱあって、うん、あのポカリスエットのどうせ学生服着てどうせ青い空でどうせなんか踊ってどうせ爽やかなんでしょっていう、うん、みたいなあの世界観だったらコピーライティングじゃないよね。サントリーの水っていうあのジンがあるじゃないですか。ああそれがすごいですね。それはまだ流行っていないっていう。ああ流行る前提。なんかサントリーっぽいよね。なんかでも その、ま、それはまだ流行っていないって、うん、あのサントリーがハイボールを爆発的にヒットさせて、うん、でウイスキーが品切れになったっていう事象を知った上でのコピーだね。なるほどなるほどね。まあでも必ずそういうなんか時代背景はあるんだよね、うん、そのコピーの評価として、はいはいはい、このこれ全裸監督のコピーで、うん、上を見ろ星がある
下を見ろ、俺がいるっていうのはめっちゃいいと思ってくる。それなんか渋谷にも出てましたよね。ああ、あったあった、でっかいのが、うん、あれなんかめっちゃいい、これめっちゃ良かったね。その点2です。あ、あとこれも良かったです。2022年サントリー企業広告、うん、企業広告って言って、その企業が企業イメージを上げるためだけに新聞広告を出したりするわけ。うん、そのコピーが、僕たちは素晴らしい過去になれるだろうか、うん、まあ、環境を大事にしましょうとかね。なるほど、これなんかいいよね。ここら辺もいいけどな。難問を愛そう、本田技研工業。うん、キューピーマヨネーズ。あなたが作る食べ物を料理という。工場が作る食べ物は加工食品と呼ばれている。うん、え、まあそうなんだけどね。うん、確かに、まあそうなんだけど、この人はもうキューピーマヨネーズは何を書いてももう取れるからね。この秋山さんって人も伝説の人になってるから。へえ、あ、本当だ、秋山さん。いっぱいありますね。2021年を見てみましょうか。2021年、あー、まあだからコロナ文脈だよね、全部結局。うん、あー、なるほどね。うん、リモートとかね。うん、確かに。なるほど。 AC ジャパン、親切な人に見つけてもらってね。優しそうに聞こえてもこれは犯罪者のセリフです。あ、赤ちゃんポストは、え、赤ちゃんポストって犯罪なの？犯罪じゃないですか。え、赤ちゃんポスト、赤ちゃんポストは犯罪じゃないですか。その、でもこれ見る限りあれですか、犬とかじゃないですか。あ、本当だ、犬捨てたりするんだ。犬か。犬捨てる人多いらしいっすね。そうなんだ。そのポスターめっちゃいいのがあって、その一目惚れ迷惑ですっていう。いいね、あれもめっちゃ好きでした。いいね、それもう六本木に貼りまくろ。港区に、うん、トイプードルを。ザ・ファーストテイクっていうだけで撮ってんのね。すごいね。うん、ザ・ファーストテイクのファーストの愛って1なんですね。本当だ。この世界には虫コナーズと虫コナーズやない、虫コナーズ的なもんがあるね。なるほど、これすごいな。いいっすね、こういうのを結構得意とするコピーライターもいるからね。うん、もともとこれリクルート的なさ、うん、リクルートの広告を電通がやりまくった時に、うん、結構こういうのあって、はいはい、アテレコとか。なるほど、こういう関西弁とか。うん、アテレコめっちゃリクルートなの。ホットペッパーですか。ああ、そう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 、懐かしいですね。スマップにアテレコしたりしましたもんね。という感じで今日こんないろんなコピーを紹介しましたけども、はい、で皆さん、東京コピーライターズクラブTCC 賞応募してみたらいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。